はいどうもこんにちは、メリッサです。本日はですね、新年3発目の動画を撮っていきたいと思うんですが、今日も京都で元気に OB 第3弾の選手の動画を撮っていきます。いや、ありがとうございます。まだ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  OB 第3弾終わらないよ。まだまだ迎春できておりません。今回使う選手はですね、コメント欄でメリッサ使ってくれと、まあ結構な数書かれた選手でございます。まあサムネタイトルにも書いてあると思うんですけど、今回取り扱うのはもう一人のヒロミツ、加藤田ヒロミツ選手でございます。はい、ちょっと変な画面に行きました。はいもう一人のヒロミツ、加藤田ヒロミツ選手でございます。いや、熱いのは落合ヒロミツだけじゃない、この加藤田も熱いんだぞということをねこの動画で示していきたいと思います。まあヒロミツって最近は聞かない名前だけど、まあ、昔は流行ってたのかな。まあそんなことはどうでもいいや。まあ能力の方を見てみましても、結構この加藤田選手強いんですよね。まず表のステータス、ミート A、 パワー A、 総力 D の弾道アーティストということで、まあ、前回登場した時と比べてミートが1上がってミート A になってるんですよね。まあ、これはね、単純に嬉しいポイントでございます。でミバ A の弾道アーチなんで、まあ、シンプル強いよね。まあ、これで弱いわけはないと。で守備の方、まあ、守備は弱い、まあ、守備は弱いね。 DH 専門な選手なんでね。で特殊能力、超アーチ、チャンス回、存在感ということで、まあ、このねチャンス回がいい味を出してるかなと思います。チャンスの場面でミートプラス7、パワープラス7になりますので、これ全部発動したらミート90のパワーカンストか、ミート90のパワーカンストいきますね。これ特能出たらミート90、パワー99ですよ。広角なくてもシンプル強いと思いますので、まあ単純にもうね、使っていくのが楽しみ。はい。ということで今回はガチオーダーにうまく加藤田選手を組み込んで、まあ打順はこんな感じでございます。1番田村、2番藤村、3番加藤田、4番落合。この OB 第3弾のこのコンビ。コンビじゃない。4人はなんて言うのこのグループ。はい。素晴らしくないですか？こう見ると OB 第3弾熱すぎなということで、打線爆発させていきたいと思います。ということで、まあ今回は称号チャレンジないので、ランク戦の方、突撃していきたいと思います。どうぞ。文雄さん、え、いや本人マジ、これ打たしてあげた方がいいかな。藤村さん本人が自分使ってるやんちゃんと打たれた。ちょっと待って、さすがに面白すぎる、さすがに面白すぎるやろ。ごめんなさい、僕藤村文雄さんがもう何歳か知らないんで、はいちょっとまあこれは一旦置いといて、まあ話したいこと飛んだわ今ので今ので話したいこと飛びました。まあ皆様年末年始いかがお過ごしでしょうか。いや年末年始って最高だよね。もう食べ物うまいし、休み多いし、まあ思い思いの年末年始を過ごされてると思うんですが、私はですね、もう絶賛寝不足でございます。はいおい吉野部、まあなぜ寝不足かと言いますと、まあ最近朝に動画出してるじゃないですか。で今深夜1時なんですけど、深夜1時らへんから、まあ、朝まで編集して、そっから寝てるんで、生活リズムがねガタ崩れしてるんですよね生活リズムね激ヤバなんですよ。さあ加藤田選手、加藤田選手ね2番にしました。加藤田選手ってめちゃくちゃ言いづらいな。加藤田選手 OK。 パワー93、パワー93あればね楽々ライトスタンドぶち込めるでしょう。さあこのバッティングフォームがいいですね。なんか装備品が変わったとかどうとか、なんかアップデートで来てたけど知りません。はいアップデートどこが変わったんだろう。まあそんなのどうでもいいや、打っていく、マジで打つ。いやこれもう何、もうボツ。さあ2試合目のやっていきたいと思います。さっきのピッチャーゴロはまあ事故でしょう。まあしょうがない、しょうがない、うんまあフォアボールがね一番しょげるからね、しけるからね。さあ1番田村選手、しっかりチャンスメイクしていただきたい。パワー99の加藤田選手見たいからね。いやナイスバッティング、ホームランフェンス越えちゃうよね。さあ加藤田選手、特能何も出ず、ここは打っておきたいね。さっきボール球4球来たからな、ストライク1球に対して。 OK。 いやこの固有バッティングホームからホームランを放ちたい、ホームランを放ちたい、ホームランを放ちたい、行く、いや行かないか、いや惜しい名古屋ドーム名古屋ドームフェンス高いて、エスコンフィールドだったら中段ぐらいまで行ってるよマジでガチで行ってるかも。さあ3番藤村選手、いやこの OB 第3弾の123番、最高じゃない。 OK 広角打法、行くべ、いやーマジか、タイミングずれた。上沢選手球遅いな、今タイミング早かったわ。さあ4番落合選手、落合選手はですね絶賛ランキング爆走中でございまして、ランキングの報酬で獲得しようかなと考えております。 OK ナイスバッティング、
いや、OB 第3弾、アーティスト5人出てると考えると、えげつないですよね。まあ、この他に田淵選手がいるんですけど、めちゃくちゃ豪華、そう考えると。まあ、加藤田選手、ガチオーダーには入らないと思うんですが、まあ、ソフトバンク純正必須級ぐらいの、まあ、強さをしていますので、まあ、バンク純正の方でランキング走ってる人は結構多いんじゃない？まあ、加藤田選手もさ、毎年登場するとは限らないですからね。ってことで、まあ、2試合目は無事コールド勝利と。さあ、3試合目のやっていきたいと思います。ちょっともう寝不足で、ロレッツがあんまり回らないわ。あれ、さっき寝不足の話したっけ？まあ、寝不足というか、生活リズムがね、もう昼夜逆転してるんですよ、完全に。おい、藤村選手！ちょっと藤村選手さ、早急なんなんだけど、俺の藤村選手、早急に難があって、なんか使ってみた動画でも、早急エラーしたんすよ。悪いの補給だけじゃないのね。いや、ちゃんと撮るけど早急エラーする。ちょっと俺、喋らして喋らしてマジで。ちょ、俺のさ、昼夜逆転の話。オッケー。昼夜逆転の話さして。俺の昼夜逆転の話誰も興味ねえか。まあ、とにかく、人間は夜寝た方がいいよと。まあ、そういう話です。休みだからといってね、まあ、夜更かしはやめましょう。あとついでに、憧れるのもやめましょう。オッケー、フォアボール。ちょっと、盗塁したいな、ここ。ちょっと走ります、さえ。救世相手に。ナメプ。あ、まあそう、まあそうなるよね。特能何も発動してない場面でも。ホームラン打ちたい、オッケー、ナイスバッティング。いや、ぶっ飛ぶ。めちゃくちゃぶっ飛ぶやんけ。マジ今ごめん、ファーストゴロかと思った。カーソルずれたって思ったけど、ライトスタンドに浜風を切り裂く確定演出、えぐいね。で、藤村選手も続いていく。いや、 OB 第3弾最高やわ。この OB の選手たちが集結してくる感じ最高だよね。もう正月が来たって感じがするわ。うん、まあそんなしないか、はい。なんかたくさんガチャ引いたって感じがする。まあコメントの方でね、結構加藤田選手使ってくれと、まあいうコメントがありましたので、まあ個人的には代打で使ってあげるのは非常にありなんじゃないかなと思います。だってさ、特殊能力全部出たらさ、ミートレスのパワー99でしょ。まあ普通にヤバいんで、代打で使ってあげるのは非常にいい作戦かなと。まあ個人的には守備考えなきゃ吉田正尚選手より強いんじゃないかなと個人的には思ってます。OK。いいや、ナイスバッティング。打線繋がるね。熱いのはね、落合博満さんだけじゃないよ。加藤田博満も熱いんだから。まあ確かにね、落合さんが強すぎる。うん。これはね、認める。認めざるを得ないが、加藤田も強い。影に隠れてるだけでダブル博満が強いのよ。さあ、4試合目のやっていきたいと思います。今のところ2試合連続コールド勝利。いいんじゃない？バッティングの調子。加藤さんでも結構打ててるんで。よし、オッケー、チャンスメイク。いや、でも得点圏で回ってこないな。ここちょっと盗塁はリスキーだね。相手はもう5割超えの10連勝中とかなんで。ちょ、盗塁はやめとくわ。普通に打ちます、はい。シンプルホームラン。シンプルにホームラン打ちたいと思います。このさ、加藤田選手の重厚感たまらないよね。まあ、プロスピにおいて体重とかは関係ないと思うんですけど。飛ぶ感じが、するわ。あー、おー。オッケー、ナイスや。いや、マジで。お願いだからフォアボールやめてくれ。さあ、マジで来い。ストライク来い。わー、ナイスカット。そこ飛ばないからね。カモン。いやー、打ち込んでた。やばい。おー、一人十分。いや、でも打てる気がする、加藤田さんなら。2打席連続ホームラン目指して。はい！いや、ボールだけど、素晴らしい！イチローが追いつけない。しかもワンベースかい。いや、イチローが追いつけないボール球ヒット。素晴らしい。いや、ボール球、まあ、しょうがないな。これに関しては。これに関しては、軟球が打ち損じた俺が悪いわ。で、相手ピッチャー、藤川選手。ここちょっと真面目に打ちます、はい。はい、いや、危ねえ。うわ、最悪。最近さ、ネットスタジアムの自走車ばっかやってるからさ、藤川のストレートバカ速く感じんだけど。オッケー。いや、落合素晴らしい。いや、4200でもいけるやん。スピリッツ4400いらないぐらい強いんだけど、ランキングで取るけど、これより強いってこと？やばいやん。相手ピッチャー、田口選手、いや、藤川選手変えてくれるんだ。さあ、ワンアウト二塁で、9番坂倉選手。なんとかこう、ツーベースあたりで、ツーベースあたりで繋いでくんねえか。落ちる。やばい。いやー、取れるよねー。いや、田村選手頼む。起死回生のタイムリーヒット。おや、チェンジアップ。いや、ホームラン打っちゃった。まあまあ、いいでしょう。勝ったからよし。ラスト1打席見たいんで、もう1試合いきますか。
さあ魂の5試合目のやっていきたいと思います。こっちの先発は OB 第3弾の外小馬選手ですね。いや今日の動画 OB 第3弾祭りやん。まあ最近動画投稿頑張ってますから、やっぱ新しい選手使うってのはまあ楽しいですよね。皆様学校や仕事っていつから始まるんだろう。まあ今日から仕事だよって人も多いだろうし、まあ今日というより、まあ明日から3月が終わってから仕事だよって人がまあ一番多いのかな。まああとサービス業の人はね、もうすでに仕事が忙しいって人も多いだろうし、まあ学校はまた冬休みかな。次の月曜日かな。はい。さあ加藤選手2打席目のやっていきたいと思います。パワー93、超アーチ発動ですね。ラストちょっとホームラン打って締めくくりましょう。ペイペイドームなんで、まあ、ホームラン楽勝だと思うわ。加藤さんのチャンス見れなかったわ。田村選手打ちすぎマジで。いやー嫉妬反応しちゃった。嫉妬反応しちゃったけど確定エース見れました。頼む加藤選手。オッケー、存在感発動。相手タイピンチね。さあタイピンビエイラからホームラン打ちたい。オッケー。どこが OK やねん。